だね、君。今日はずっと浮かない顔をしているよ。いえ、何でも。朝ヨロヨロして目を腫らして帰ってくるし。ねえ、何があったの？心配してくれているのはわかるわ。でも、ねえ、君は私のことが信用できない？いいえ。ねえ、だったらどうして？どうして何も教えてくれないの？葛城さんが信じられないわけではないんだけれど、でももし万が一にでも軽蔑なんてされたらと思うと。
ぱり私のこと好きじゃないんだ。好きですよ。あなたのことが好きで大切です。これから先もずっと一緒にいられればと思います。じゃあどうして？だって契約したらずっとずっと一緒にいられるんだよ。そうですね、そうかもしれません。ですがそれは契約をしなければ叶えられないことではないでしょ。私は人間ですから、あなたよりも先にいなくなります。これは変えられません。その前に死ぬことだってあるでしょう。事故や病気、この先何があるか分かりません。私は葛城さんが好きです。明るくていつも笑っていて、無邪気に近づいてきてくれるあなたが好き。ずっとそのままのあなたでいてほしいんです。もし私に何かあったとしても、ずっとそうやって笑っていてほしいと思います。コタコ、ずっと私の一番の友達でいてください。そしてあなたはあなたの幸せをつかんで、私が死んだら泣いてください。契約しなくてもあなたはそうしてくれるでしょ。親友だもの。君はいつもかっこよくて。泣くのが早いですよ。私はまだ死んでいません。さすが、私の一目惚れした子だ。そっか、栗原先生のこと好きになっちゃったんだ。葛城さんが離れるのが怖くて話すのも迷っていたけれど、気運もいいところだったわね。でも忘れられない主がいるんじゃ、なかなか難しいね。そうですね、難しいどころか希望がないと思うんだけれど、でも気持ちはなくならないわ。欲しいわけでもないですし。今はこのままでいようと思います。そっか。はい。人の気持ちもあんな風に勝手に流れていってくれればいいのに。人使いが荒いよな、ケイイチのやつ。何が二人で買い出しに行ってこいだよ。日下先生も忙しいですしね、仕方がないですよ。なんだかよくわからなかったけれど、でも日下先生には感謝しなきゃ。それで何を買うのでしょう。紙には何とあるんですか。お前
辺にしまったはずだが、ちょっと待っていろよ。はめられた。先生、精霊草とかお持ちじゃないんですか？だって着る機会もねえしよ。あれ苦しいだろう。まあ着やすいものではないですが、確かに栗原先生ってそういうの苦手そうではあるわね。今も白衣のままだし。なるほどね、私も一緒に行けっていうのは任されたのか。栗原先生がこんな状態だから。行きましょう先生、見たけは任せてください。え、おい、ちょっと、お嬢ちゃん。さあ、まずは靴を見に行きましょう。靴ね、きちんと選んでくださいね。この後服も見に行くんですから。これとかいかがですか？履いてみません？どれもパッとしねえというが、このゾリじゃダメなのか？ダメに決まっているじゃないですか。せめて大きさだけでも合わせましょうよ。栗原先生ならきっとどれでも似合いますから。それは嫌味じゃなくてか。嫌味に聞こえました？そういうのは圭一の担当だろう。圭一は女生徒にもキャーキャー言われるが、俺に群がってくるのは大抵血の気の多い男子生徒だぞ。怪我したから見てくれって、そんなのばっかだ。の先生ですもの。でも見た目で言うなら栗原先生だって十分かっこいいと思うのに。栗原先生はかっこいいですよ。こういうものに無頓着なのはもったいないです。あ、これとかどうで。と違ってそういうことを言われるのに慣れてねえんだよ。わかりやすく動揺している。な、俺が照れるなんておかしいと思ってんだろう。俺だっていいえ、ちっとも思っていませんよ。絶対に思っているだろう。お嬢ちゃんにからかわれる日が来るとは思っていなかったぜ。そうですね、その靴も可愛らしいですけれど、先生には大きさが合わなそうですね。ああ、もう見ていただけだ。からかうなっつってんだろう。からかっていませんってば。買ったな。お前がいなかったら何を買っていいかもわからなかったぜ。お役に立てたのならよかったです。無事に全部買えたわね。今日の私の役目はきちんと果たしたわ。あれをパーティー当日に栗原先生が着るのか楽しみだわ。妙な感じ、くすぐったいというか自慢したいというか。で、先生に荷物を持たせているのって変よね。
栗原先生のものではあるけれど。いくら俺がお前から見て老いぼれだって言ってもな。あ、いえ、そういうことではないんですけれど、栗原先生ってよくこういう言い方をするわよね。私たちに比べればずいぶん年上かもしれないけれど、見た目なんてそうでもないのに。飾りか。お嬢ちゃんもそういうもんに興味があるんだな。びっくりした。というか、そういうものに興味があるんだなって結構失礼よね。普段が普段だからかしら。ですから興味はありますよ。まあ確かに似合わないかもしれませんけれど。おいおい、誰もんなこと言ってねえだろ。あの首飾りはいいのか。ええ、大丈夫です。また機会があれば見に行きま。栗原先生、俺だってガキじゃねえんだから、女の買い物にくらい付き合ってやれる。さあ、行くぞ。ええ、結構いろんなもんがあるんだな。こういう細々とした店には初めて入ったわ。そうなんですか。用もねえしな。こういう店に来るのは女だろう。悟りがいた時はこんな店もなかったしな。いらっしゃい。ああ、あのショーウィンドウにある首飾り、あれをくれねえか。え、少々お待ちください。あの先生、他のやつらには内緒な。これくらいいいだろう。付き合ってくれてありがとうな。ですが私は。いいじゃねえか、今日は学院の外にいるんだし。嬢ちゃんは俺の清掃を選ぶのを手伝ってくれた。だから俺はその礼だ。帰らねえと降り出してくるかもな。そうですね、急ぎ。
げーげ、降ってきやがった。おい、お嬢さん、こっちだ。はい。すみません、いきなり降ってきましたね。ああ、だな。ずいぶん濡れただろう。寒くないか。ええ、大丈夫です。あ、どうかしたか。髪が降りてるところ、初めて見た。これか。いつも前髪なんか下ろさねえからな。珍しいか。ええ、初めて見ました。どうしていつも下ろしていらっしゃらないのです。格好悪いとかガキっぽいとか思うなよ。え、別に思いませんよ。何か理由があるんですか。後ろに撫でつけているいつもの髪型の方が少し年上に見えるだろうかとか思ったからだ。なんつうか、前髪を下ろすと幼くなる気がしてな。それは確かにそう見えるけれど、なんだか可愛らしい抵抗ね。なるほど、確かに若く見えますわね。そんなに睨まないでくださいよ。別に子供っぽいだとか思っていません。そんな満面の笑みで言われても説得力ねえっての。しょうがねえだろ。見た目だけでも少しでもあいつに追いつきたかったんだ。あ、羨ましいな。最近頑張っているようだし。千住院さん、大丈夫です。千住院さんは借りていた本を返しにね。そうでしたか。あら、千住院さんもこんな本を読むのね。
ああ、これかい？なかなか面白い小説だったよ。あ、すみません、千住院さんがそういうものを読まれるのが少し意外で。学術書を漁っていたら落ちてきてね、パラパラめくっていたら自分の子供の頃と重なってしまって、なんとなく全部読んでしまったよ。子供の頃とですか？あの小説ってどんな内容だったかしら。私も同じものを読んだことがあるのですが、ずいぶん前のことなのでよく覚えていませんね。今度もう一度読み返して。僕はこの本を読んで君のことを思い出したよ。何これ、何が起こっているの。どういう意味ですか。どういう意味かだって。聡明な君なら分かりそうなものだけど鈍いんだな。ことでしょう。これはどういうおつもりですか。ずいぶん噂になっているだろう、僕と君のことが。ねえ、いっそのことこのまま噂を現実にしてしまおうか。僕と君は本当に恋人になるというのはどうかな。な、何を言っているの。怒っている？とも少し違うみたい。だけれど、いえ、そもそもありえないわ。だって私は栗原先生が好きなんだもの。あの、私は。やつ、悪い、邪魔しちまったか。その、なんだ、若いっていいよな。嘘。違うのに。おい、やつ。待って、違うの。私が好きなのは違うんです。何をそんなに焦って追ってきているんだ。俺はお前と千住院ができていようといなかろうと深入りしたりしねえよ。こうして教師をしているとな、いろいろ見ちまうもんなのよ。だからあれくらい。違うのに。私は栗原先生が好きなの。好きなの。苦しい。やつ、どうした。もしかして千住院に何かされたのか。な、言わないとわからないだろう。俺なんかが干渉すべきことじゃないのはわかっているが、お前のことが心配なんだよ。その心配は、私が先生の生徒だからでしょ。お前が嫌なことをされたって言うなら、俺が言ってきてやる。な、そんな泣きそうな顔してねえで、何でも言えよ。言えるわけがないわ。
し、今言えるとすれば一言だけ。